今日も輝いてますね、レーサルのエンブレム。星川沙羅さんとコラボさせていただいております。J1 リーグ第10節柏レイソル対京都サンガ FC の試合見にを日立大にやってきました。ちょっとねレイソル1勝はできたんですけども、またその後ねなかなか勝ちきれてないので、今日こそは必ず勝ちたいと思います。日立大の横の陳来さんで、試合の日はチケットの半券持ってると餃子が半額になるということで、今日も買ってみたいと思います。はい、ありがとうございます。ゲットしました。これね本当美味しいから皆さんおすすめです。スタジアムの中に入ってきました。今日も輝いてますね、レーソルのエンブレム。ちょっとね風が強いんで、もしかしたらねゲームの内容をね影響してくるかもしれませんけども、この風をうまく使ってレーソル頑張ってほしいと思います。スタグルもね今だいたい試合開始2時間前ぐらいかな、でちょこちょこ並び始めてるっていう風な感じですかね。どこも美味しそうなんでね、ぜひ、皆さんもね日立大来たらスタグル楽しんでいただければなと思います。今年は J リーグ30周年ということで、 J リーグが2次3次さんとコラボしています。で、柏レイソルはその中でこちら星川沙羅さんとコラボさせていただいております。そして今日はね、フォトブース、フォトパネルが設置されて、特別に記者会見場に入れるということで、ちょっと覗いてみたいと思います。じゃあ入っていきます。お、すごい、めっちゃ記者会見場で、こちらです。2時3時に星川沙羅さんがドドーンと映ってます。でちなみにこちらが記者会見場ですね。すごい広がってる、めちゃめちゃレア、すごい大型ポスターもある、すごい、あれですね、あの工藤正人さんが全部映ってますね。わー、来たー、今日も日立大気持ちいいな。今日はねこの SS メインスタンドから試合を見たいと思います。日立大はね実は SS 席、メインスタンド側の方が日中日が当たります。なのでね、席を選ぶ時の参考にしていただければなと思います。広め！
Thank you.
柏レイソル対京都サンガ FC、 結果は1対1の引き分けとなりました。いや前半はねだいぶボールを握って進めてたんですけども、まあ、1点決められてその後なかなかね返せなくて、後半立ち上がりすぐ返したんですけども、ちょっとね自分たちのファールとかもありなかなかボールがうまくつながらず、試合展開としてねなかなか思うようにはいかなかったかなというところです。またねアウェーが続いて、次は5月13日横浜 FC 戦ですので、ホーム日立大必ず勝ちたいと思います。次こそ勝つぞ。